鳥谷隆、初フルマラソンのタイム。3時間15分59秒。これはゴッドバード。若い時にガチってれば3時間切れたのに、全く意味なし。この人は引退してもトレーニングしてるし、ちゃんとマラソンの準備もしてたし、今なりあたりはダメそう。もうタレントでやってくのかなと思わせといてからのマラソン完走とかしびれるやん。さすが、阪神の監督手形、蹴っただけのことはある。鳥谷の話では、赤星に絡んだ、エビ像腕相撲でし、印刷した話が好きだわ。これ割と早くない？早すぎわろた。こいつ短距離も早かったよな。短距離も、長距離もこんだけ高いレベルで走れる、やつなんてそうそうおらんぞ。何かしらのプロスポーツ、やってるレベルなら、どんなスポーツやっても、一般人より上やで。初マラソンでしかも、40歳でこのタイムはやばいよ。そりゃ前世紀鳥谷はショートに加えて、センターとレフトも、同時に守ってたからな。しかも全試合フルイニング出場、プロの中でも持久力、半端ねえと思うよ。それなりに体重もあるから、膝の負担も大きそうだけど良いタイムだな。やっぱ日本のフィジカルエリートは、野球に行くのか。